最近だとエルビス。エルビスは良かったよ。その辺の歌詞と違うでしょ。いや、ちょっと波の歌詞じゃない。時代が時代だったからね。はい、体制と戦ったからね。だからモハメド・アリがあの体制と戦ったのと同じでね。はい、我々は誇り高きアフリカの民族だと。この差別は何なんだって言ってボクシングで頑張った人だから。エルビス、エルビスでその、あのメンフィスで育って黒人の音楽をやって批判されたからね。僕ね、エルビスについてはね、はい、詳しく知らなかったんですよ。ある時ね、はい、小田和正さんがスマスマ出てた、はい、でスマスマで料理作ってる時に、はい、いや俺若い頃さ、エルビス・プレスリーどこがいいのか分かんなかったわけよっていうの。なんかさ、癖あるしさ、で小田さんから言わせると、はいはい、ピッチも甘いしさ、はい、何なんだよって言った。そしたら、だけどさ、俺気づいたんだよ、この年になって。関係ないんだ、そんなの。ピッチだとか、そんなの。素晴らしいんだよ、プレスリーはって言い出したの。エルビス節なんだよ、すごいんだよって、小田さんが熱くなればなるほど、スマップが困ってたって。いや俺今言われたらそうですよね、抱えてるものが違うからって言えるけど、エルビスの映画見たから俺もあのところ言われたら、ああそうですか、それは小田さんだから分かるのであってっつって、だから僕らがあの初代三平さんとかあのさんまさんの凄さが分かるのと同じで、あのやっぱりそうですよねっていう感じですよね。あ、そういう意味でも言うと初代林家三平さんもそうなんですよ。三平さんね、はい、林家正蔵という名人の息子に生まれたわけですよ、はい、それで落語家になったんですよ、はい、ところがお父さんと比べられて、はい、これもどうしようもないと、はい、うわ困ったな困ったなと、古典やっても全然受けないし、はい、まあ批判されたんでしょうね、はい、でハンサムだから、はい、笑い取れないっつうんでパーマかけて、はい、サイドをこういうふうにして、はい、ぺったんこにして、それで立ち上がって漫談し始めちゃったんですよ。天才の落語家のせがれがおかしくなったってことになったんですよ。わけわかんないことやり始めた、はい、で席亭はもう全部拒否、いくら正蔵さんの息子でもあんなことされたらうちは出てもらいたくないと、うん、ところがテレビで大人気よ。そしたら席亭がバッ裏返して、三平さん出てくださいってお客さん入るから、立川談志さんも、はい、三平のなんかあんな落語じゃねえって言ってたのに、はいはい、最後はあれも一つの落語なんだって、林家三平すごいって一代を築いたわけですよ、はい、だそういう意味では体制と戦ったって、それとまあお父さんとのプレッシャーと戦ったって、だからあんだけ凄みがあったっていう、だそういうのってありますよね。うん、単なるそのね、好きでやってる人と違うっていう、うん、あとは何でしょうね、髪型を変えてイメチェンしよう、あ、髪型変えたことあります？ ありますか？これね、まず最初はね、僕はあの銀座の出た時は、はい、なんかに固定した方がいいと思って、IB がまあまあ残ってたんで、はい、僕長髪じゃなかったんで七三にしてたんですよ、はい、で七三にしててしばらくしたら前髪を下ろした方が若く見えるって言うんで、前髪を下ろしてたんですね、はい、29か30ぐらいの時に僕にスタイリストがつくことになったんですよ、はい、高野さんっていう人ね、はい、今でもやってもらってるんだけど、でその人が関根さんパーマ当ててきてくださいって言うんですよ。ああ、そうですか、わかりました。それでその人の言うお店に行ってパーマかけたんですよ、はい、そこからずっとパーマかけてたんですね、一時期、はい、だからその言葉ですよね、これでちょ、ここはまたちょっとテーマ変わりますけども、はい、言葉、はい、言い方、はい、これがね不思議なんですよ。僕興味ないんですよあんまりファッションに、だから長年行ってたところで担当してくれる方が、関根さん髪型なんか変更したいと思いませんかって言ったから、いや別に思わないですね、断ったわけよ、はい、興味ないから、
それでしばらくいたら、今度浅田美代子さんがよく行ってる美容室の人がスーパーカラクリにもよく来てて、関根さん近いからうち来たらどうだって、男性の髪をカットですごく上手い人いるからいらしたらって言うんで、浅田さんの紹介なんで、まあ近かったんで行ったんですよ。で僕興味ないじゃないですか変化に。でその人は僕にこう言ったんですよ、関根さん髪切るのに短くするのに抵抗ありますかって。全然抵抗ないですよ、興味ないから。だから髪型変えますかって言われると、いや興味ない、切るのに抵抗ありますか、いや抵抗ない、バババって切られたんです。物の言い方っていう、そう物の言い方、これですよねなるほどと思って、ですんごいショートになって、でそれからまあ普通の今ぐらいの、その方に切ってもらってるんですけどね。佐藤浩市さんを切ってる方と一緒なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからこの辺三国連太郎なんです左サイドは三国連太郎佐藤浩市そう言われてみたらそんな感じだから関根さんあれですか、衣装とかはやっぱり注文出すんですか。全然出さない。ただね、あまりにもね突飛だと、ちょっとこれ次嫌だなってその場で持ってきたものは来ますけど、ちょっと嫌だなっては言います。まあ、突飛なのってありますか。なんか革新的みたいなさ、今で言うとダボっとしてるやつ、若い俳優がよく着てるじゃない、流行りに乗りたくない。だから多少のねシルエットのほら80年代肩パッドとかさ、で今はちょっとスリムだとかさ、そういうのはまあある程度は乗りますよ、ただあまりにもこのすごいなんかこう奇抜なねファッションっていうのはあんまり、そんなおしゃれ番長でもないしさ、あと座右の銘、これねまあいろいろやってたんですよ俺、初心忘れるべからずとか、継続は力なりって、これも好きなんですけどね。この間ねダウンタウンデラックスでポジティブ人間をやりたいって言うんで、座右の銘ないですかって言われたから、いや新しく作ろうって言うんで、俺が新しく作った座右の銘は生まれてきましたこんにちはってどういうことかっていうと、まず皆さん僕生まれてきました、よろしくお願いしますと、そしていろいろこれから関わっていく人たち、支え合ってくれる人たちね、皆さんにこんにちはってまず挨拶入ってよろしくお願いしますっていうのを、生まれてきましたこんにちはっていうことにしました